ウッチーさんでございます。よろしくどうぞ。こんにちは。こんにちは。ウッチーと申します。どうぞよろしくお願いします。その時12件でしたね。はい。その時、
記憶にございます。何でしょうね、それは。福見さんがおったんちゃうの？福見さんがおってね、ソロでもやってるんですよね。中島みゆきさんの、ね、歌を、縛り歌ったのでね、あ、思い出しました。で、その方も一曲、その時来てくれてはってね、一曲、英曲キャスパンという、ね、歌をね、歌ったんですけどね。はい、そんなんで、その中島みゆきさんでちょっと思い出しました。そうなんで、はい、了解です。ね、僕は弁天町からね、来ておりましてね、まあ、大阪市弁天町です。あ、弁天町ですか。繁栄商店街です。繁栄商店街です。お祭りが、なるほど。まあ、ジャンボ高橋さんもご存知じゃないですか。あそこでライブをやってたんですよ、大昔。あの商店街、商店街で、小山、お好み焼き、お好み焼きさんなんで、ちょっとローカルのね、話で、ね、ありますけど、ですよね。あ、そうですよね。はい、あ、トイレの横でね、トイレの結婚だところ。あ、そうなんですね。もう近くなんでね、小島さんっていう、うどん屋さんとお友達なんですよ。え、桐谷さん。桐谷さん、小島さんの角のうどん屋なんですよ。角のうどん屋、ちょっと道路の商店街入り口の桐谷さん、桐谷さん。あ、桐谷さん、ね、あ、そうなんですか。そうなんですよ。お友達なんですか。私、僕の嫁さんがね、お友達でね、これ僕もあそこで食べに行ったりするんですよね。お兄さんの方。お兄さん、すごいどうか妹さんの方です。妹さん、ここまで行くんですよ。そうなんですね。そうなんですか。はい、ね、たまにあそこは右の妹さんの、そうですね、右のね、そうですね。お兄さん、亡くなられたでしょ。そうなんです、亡くなられてね。はい、まあ、そういうのはね、まあ、ぜひよろしくお願いします。まあ、そんなんでね、はい、言っておりまして、まあ、フォークソングが、ね、好きでね、1980年、まあ、70年代のやつが好きなんですけど、まあ、次ね、ちょっと歌うやつは、最近孫はね、まあ、2人ほど見てるんですけど、娘もね、で、まあ、20歳になった時にね、一緒にお酒を飲みたいな、みたいな感じの、前は息子やってんけどね、息子はもう30代もなったんで、ちょっと孫でちょっと二十歳になればねっていう意味で、ノブーズをね、ちょっとやってみます。お前が二十歳になったら酒場で二人で飲みたいものだ。焼酎入れてつまみはスルメかエビのヒレ。お前が二十歳になったら思い出話で飲みたいものだ。したたか飲んで何声あげてお前の二十歳を祝うのさ。いいか男は生意気ぐらいがちょうどいい。いいか男は大きな夢を持て。遊びで飲みたいものだ。
昔俺明日を忘れお前の二十歳を祝うのさ。いいか男は生意気ぐらいがちょうどいい。いいか男は大きな千尋さんがね、歌ってる歌でですね、作詞がね、横山やすしさんがね、してる歌があるんですよ。やすさんがね、負けん気のね、強いっていうかね、その、歌詞だけはね、これ曲は菊池博さんが作曲してる歌で、歌ってね、やった歌で、一つ星ってね、いう歌がありまして、悲しい、ね、歌なんですけど、愛しい、ね奥さんが、ねまあ、亡くなるんですけどね、まあ、その、このやんちゃな、ね、その抑えきれないこの気持ちを、その奥さんがいつも抑えてくれてるというか、ね、それが、まあ、亡くなってから一つの星となってね、このその奥さんがその横山やすさんだけど本人を見守ってくれてるようなね、そういうそれをね、ちょっと行きたいなと思います。
ホロ酔いコンサートということでね、毎年ずっとやってはるみたいで、こう僕らがこう行って会場に行った時にね、樽酒のね、振る舞いが、ね、ありましてね、もう自由にお飲みくださいみたいな感じで、紙コップに1センチぐらいのね、お酒から樽酒を入れて、お盆に乗せてこう、もう自由に取っていってくださいって言って。で最後の方で会場が、ね、埋まってきたら、タロだけやってる結構まあ余ってたんでね、もう何杯見てくださいって感じで、もう紙コップに一個にもう全部こう入れてね、ぐっとこう、駆けつけの、3杯か4杯かね、日本酒飲んで、コンサートに行ったんですけど、ね、なかなかこう、皆さんもね、飲んだはるからこう、穏やかな感じでね、スタートして、で、加藤というか、ね、なかなか、まあ、先駆けされてるようなご縁なんですけど、やっぱ80歳ね、79歳、12月23日で80歳なんですけど、声がね、やっぱね、高いことって、やっぱ出るは出るんですね、けどね、なかなか元気でね、やられてるなって思うね、まあ、そういう、加藤哲さんね、ちょっと歌をね、ちょっと歌いたいと思います。12年はこの福天皇とかね、過去の位置をちょっと変えちゃうとね、だから大幅結構ね変わるんですよね。ちょっと細めのね、1212が同じ弦で、3456が1オクターブ高い弦がね横にこうついてますね。でも12年ってもっと早いんですよ。だけど聞いた話だと最初に3往復ぐらいしてやっと長弦ができるって聞いたわ。3往復もうね、昔はオンサートなんかもね、やったら日が暮れるんですよ。そうなんです。それでその弦が柔らかいんでね、ライトゲージより柔らかいんで切れやすいんですよ。で、もう6弦かこのやつでも欲しいとかね、切れたりするんでね、なかなかショックでね。はい、そしてチョコマンボのバラをね、お願いします。
人は真っ赤な海を見てどこかのお金持ちがふざけたのだと思うのか小さなエドキャンバス全てを売ってバラの花たった眩しい絵描きはた窓の下で彼女を見てた100万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海Thank you.
それを